塩礼、カントリークラブは、長野県塩尻市にあるゴルフ場である。山田正春は、大学卒業後の1962年、名古屋市中草会の親から受け継いだ土地80坪に、貸しビルを建設した。その貸しビルの近くに、長野県出身の株式会社、CBC テレビ関係者で、中日クラウンズトーナメント担当者の小藤園がいた。小藤自が、山田正春に、 別荘地開発の計画があるが、一口乗らないか、ゴルフ場も作る計画だと誘ってきた。開発用地は、塩尻、岡谷に近い標高1000メートルほどの塩霊高原に、ある、雄大な景観の、約45万坪の土地だった。1970年6月11日、新たなゴルフ場の建設に向け経営母体、新州塩霊高原開発株式会社を設立。 山田正治が社長に就任した。開発用地の45万坪は30%は私有地で借地契約し30%は別荘地に残りの30%は買収した。1971年3月29日、ゴルフ場のコース設計を上田治に依頼、造成工事を着工した。1972年1月21日、 ゴルフ場経営を新州寺レイ、高原開発株式会社から分離し、新州寺レイ高原カントリー株式会社を設立、クレフジミ藤緑が代表に就任した。1973年5月1日、白樺コースと林道コースの18ホール7023ヤード、パー72規模のゴルフ場が完成、開場された。その後、1977年7月10日、 増設のスズランコース9ホール、3250ヤード、パー36が、完成、合計27ホール規模のゴルフ場が完成した。海抜1000メートルの高原のフェアウェイからは、日本アルプスの山々が一望できる。郵便番号399-0651長野県、塩尻市、大和崎田尾の4956番地鉄道道路。ありがとうございます。